この道大丈夫なのこれ。なんかドラッグスターじゃ入っちゃいけない道行っちゃいましたよねこれ。はいどうもジプシログです。今日もお付き合いありがとうございます。はい、宇都川駅からね、山の方に入っていきます。バースケさん紹介の、道はねちょっと今日3人もいるんで、やめておきます。っていうのとまだ道がよくわからないのでね、調べながら行かなきゃいけないっていうのがあるんで、で今日はあの先頭の彼が西山台の方に戻る道だったら知ってますよっていうんで、まあ、そっちの方をね行ってみようというふうに思っております。で、大悟さんと、K 君はねもう2人ともこんな道当たり前ですよっていうことを言うんですけど、私だけですので知らなくて、へーとかすげーとかなんかそういうことを言ってるんでアホやなって言われてましたけどもね。これでも本当に道大丈夫なのかなこれ。これね、大悟さん寒いと思うよ。俺今ちょうどいいもんだって。これなんだこれ、なんの、おえすげえこれ、何この急坂登るの。そして西山方面って書いてあったよ。この道大丈夫なのこれ。なんかドラッグスターじゃ入っちゃいけない道行っちゃいましたよねこれ。やべやべ置いてかれる。一人の時はね自分のペースで走れるからいいんですけど、みんなで走ってるとあれっすよね、自分のペースで走れねえもんな。なんだこれ、あれもよくスイスイ走ってるよね。もうなんすかこれ、木が倒れたとか。あでもなんか道は綺麗っすよね。なんだっけ、どっちかの八郎岳行く道よりは全然マシですね。でもこれ結構な急坂登ってますよこれ。走る前にね前の二人に言われたんですよ、私らひょいひょい曲がっていけるからいいけどジプログさんの曲がれないっすよって曲がってやるぜいいと思ったんですけど、ちょっとねきっつい。でもすごいねこの道、なんか道幅もねそんなに狭くないんで非常に走りやすい感じですよ。お道に苔ができてる。いいっすね。ちょっとね、これ一人だったら心もとない感じですけどね、今日3人で走っておりますので。っていうか、これなんだよこれ。へー、大悟さんもすごいね。崖から落ちないでよ、大悟さんって感じだけど。この辺、苔が。対向車来たら怖えな。そしてねさっきから実はケツ結構滑ってるんですよね。なんだここ宇都川森林公園とか出たよ。これは西山台でしょ目的地は。だってこっち行ったことないでしょ。あ、戻るんだ。じゃあこっち。はい。急に車が増えたな。これみんなあれですかね。
通勤とかで使うってことですかね、この道。車が多いっすね、これ。普通にやっぱり使ってらっしゃるんですね、この道。抜け道ってことか。これでも抜け道使っててさ、思うんだけど、日に暮れちゃったらどうするんだろう、これ。怖っ。これ。も来てるよ。西山台ゴルフガーデン。なんか遠い気がするけど、そんなに遠くないんですね。これここ崖崩れかなんかあったんですね、ここね。すげえこれ、なんかめっちゃ山深いよ。ね、さっきからね思ったんですけど、めっちゃ下ってる。山道ってさ、そんなに勾配感じないもんね。住宅地来ると怖さを感じるけど、しんどいこのバイクだと。実家そば。実家歩いて6分くらいじゃん。お母さんにご挨拶した方がいいのかな。ご視聴ありがとうございます。ジプシログです。ライゴ TV もそろそろ。へえ、もう初めて来た西山台って。まあ、そうじゃないけど、コンビニないんで、うん、あそこコンビニでしたね、前、松早、はい、あ、そうなの。松早調べて、松早石油の松早違う。まあまあ、そうです。で、ここにもあったんですけど、何年か前に潰れたんです。なんで、みんな買いに来ないの。もう、ない。結構、高齢の街でしょ、高齢の街でしょ。あー、なるほどね。え、スイーツのお店に行ってた。大好きなスイーツのお店に。そんなこと言ったらな、おやつはちゃんと持ってきてんだけどな。データビスコこれ大吾さんにもらったやつ、あと1個最後。じゃあね、帰ります。お疲れー。はい、ということでですね、今もね、まだ後ろに大吾さんいますけども、なんてことはないね、私の連れと大吾さんと私の3人で、なんだっけ、宇都津川方面をね、ぐるっと西山台から回っていくっていうルートで走ってみました。バイクのね、どうも、ジップシーログです。なんだそれ。もうね、このバイクの組み合わせがね、やっぱ面白いですよね。よいしょ。いやいや、まあね、そういう面白い組み合わせだったんですけど、なんかね楽しかったですね。
ていうかね、こう他の人と走るっていうのはほぼほぼないんで、なんかね面白かったね。まあ自分のペースで走れないのもあるんで、ちょっとね喋りづらいのはあったんですけどもね、たまにはいいかなというふうに思います。ライゴさんまっすぐ、俺曲がるよ右に。じゃあね、また。はい、ということでですね、今日ね変な取り合わせで走っておりましたけどね、いかがだったでしょうか。なんてことのない動画ね続いてますけど、まあ、DAIGO さんとね、走れるっていうのは初めてだったんで、割と面白かったかなという気がいたします。ごめんね。ごめんね。あ、そうなの。何これ珍百景のね、ワンちゃんね、ランドセル。ナクラとかナクラでも。ああ。本当ですか。早くパッとディスパッチしたランドセルを入れたら、うん。もう上から3分ぐらい。出てくる？あ、わかりました。うん、またあと感想。見ときます。はい、ありがとうございます。どうも。コンビニ寄ったらね。なんか話がねすごい大好きなおじさんとちょっと話してたんですけど、でじゃあまたそのうちどっかでお会いしたらっていう話してたら、 YouTube 見るねって言うから見ますけどって言ったら、ワンちゃんでランドセルっていうので検索数が上から3番目ぐらいに出てくるからって言われたんで、後で検索しようかなと思います。でそのワンちゃんねリアルで見させていただきましたね、会いましたけど、犬の名前も聞くのすら忘れてましたけどもね、そうなんだって感じですね、うん、まあ縁は稲物なんでね、またお会いしてお話しできればというふうに思います。もうすっかり夕方になっちゃったな。いやーこれはもうおまけの映像ですね、おまけ。いやーちょっと閉めてなかったんでね、閉める前にコンビニ寄っちゃったから、だからね、あのおじさんと多分30分ぐらい俺あそこで喋ってましたよ。すごさ。まあそんなこんなでね、今日はですね、なんだ大吾さんとツーリング、プラス K 君というところの、うつつ川ね方面の動画を上げさせていただきました。いかがだったでしょうか。ね、楽しんでいただけたら幸いと思います。特にね DAIGO さんのスクーター姿なんかなかなか見れるもんじゃないんでね、その辺も合わせて面白かったんじゃないかなというふうに思います。ということでこの辺で終了したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ジプシーログでした。バイバイ。お久々の DS だから余計に、おー、怖い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